人中国人民解放軍の上昇。本名は、河野武前。文化大革命中の総参謀長、中央軍事委員会委員。林票失脚と同時に失脚。1927年6月、国民革命軍、第二方面軍総指揮部経営団に入隊。同年9月、商工返回秋治む木々に参加し、井岡山にたどり着いた。 この時、敵を撃退した功績により、もう卓刀により、信明から長勝に改名された。12月、中国共産党に入党。中国高能高軍第四軍のハ、ハ長、紅十二クレナイ軍の連長、中央革命軍人会特務英英長、クレナイ第三団団長、クレナイ市長を歴任し、中央ソビエ特の対、カコイソウと調整に参加した。 1933年、中華ソビエト共和国政府から3等、赤星進むを授与された。日中戦争時、八祖寺軍進察式軍区第3、文区副司令員、司令員、戦艦令進水連合軍共同第2、たびたび長を歴任した。国境内戦時、熱化軍区、熱量区司令員を務め、林表が指揮する東北民主連軍の、 第8重大司令員となった。1949年後半からは、東北野戦軍第45軍軍長、第14、第13兵団副司令員を歴任し、両親戦役、大辣戦役及び高田高ら戦役等の戦役に参加した。1950年から、第13兵団司令員、第15兵団司令員兼関東軍区副司令員、河南軍区、 中南軍区副司令員、公衆軍区司令員等を歴任した。1953年、中国人民志願軍第19兵団、司令員として朝鮮戦争に参加。1955年、上昇の階級を授与される。1956年、中共第八海中央候補委員。 文化大革命と2月逆流後の1967年4月、甲州軍区司令員だった、甲長勝は、北京に赴いた際に、林表に先導され、期待後に、政治院、流教元と共に、甲州軍区幹部の弾圧を開始した。また、関東地下党でっち上げ、7200人以上を、迫害した。その後、1968年3月、 人民解放軍総参謀長兼軍政、大学校長、中共中央軍事委員会委員に抜擢され、1969年4月、中国共産党第9回大会で、中共第9期中央委員、中央政治局委員、第3回国防委員会委員に選出された。総参謀長在任時、 林漁の内意の下その身分を利用して、数人の軍事委員会副主席の文書を停止し、同委員会の全員賞を回収した。また、792件の冤罪をでっち上げ、839人を迫害した。同時に、河長勝は林漁の指示の下他の人民解放軍元老に対する攻撃を始めた。 1967年11月、上比差し至るを、河北三党主義として布告し、大展開する時ごとに、主席の正確な路線に反対する者が出てくる。上比差し至るの輩からも、何も良いことをしなかった。これらの者は、諦めきれずに、適当な時期を見て、手柄を取ろうとするだろうと語った。1968年5月、ガリュー事件に関して、 が事件は重要だ。彼は、大土肥大軍閥大陰謀家だとし、ガリュが送った八通の訴状を目殺した。1968年8月、高長勝と、後保健は、ラ・ズイ教事件に関して、会議を召集し、ラ・ズイ教は、大極悪な反革命分子で、十分に、狡猾悪を極めていると布告した。高長勝は、 自殺未遂で左足を負傷していた、ラ・ズイ教の手術治療報告に同意すると同時に、彼が普段の審問と闘争を続け、秋まで手術を待つこと称え、彼が義肢をつける機会を失わせた。法徳会事件の処理においても、河長勝は先導の役割を果たした。1971年9月24日、総参謀長、中共中央政治局委員などから解任。 公認は長く任命されず、公認の党昌平が就任したのは1975年1月であった。1973年8月、党から除籍。1981年1月25日、最高人民法院特別法にはにより、林票、公正反革命集団事件の主犯と確認され、懲役18年、政治的権利剥奪5年を言い渡された。 高長勝は、以前から、女性関係に問題があったとされ、特に文革中、林平の妻養軍との関係を妻の高てるよしに、知られるところとなった。裁判終了後、高てるよしは、高長勝と離婚した。1981年9月、病気治療のため仮釈放され、陳夫に居住。1983年4月26日、癌ンで、陳夫で死去。 仮釈放後,後間もなく制御したため自伝、回想録はないが、この孔忠氏が、電気、軍人、長勝を、香港、新世紀出版社から出版している。戦争期の記述が中心だが、生前に、孔忠氏が聞いた、臨病事件に関する、孔長勝の談話も、部分的に収録され、他の臨病グループ将軍と同様に、 林表への称賛と自己の冤罪を強く訴えている。1955年、一級81勲章、一級独立、自由勲章、一級解放勲章を受章。ありがとうございます。